小屋らちゃん。さあ、始まりました、ボラちゃんです。この放送ではボランティア活動に取り組んでいる声楽院生をゲストにお招きして、活動の魅力や学生自身の成長ストーリーを聞いていきます。パーソナリティはボランティア活動支援センターの丸山です。皆さんどうぞよろしくお願いします。第4回目のゲストは、大学周辺の防犯パトロールを行っているボランティア団体代表学生をお招きします。斉藤くん、聞こえますか？はい、聞こえます。今日はよろしくお願いします。お願いします。それではまずはじめに斉藤くんの自己紹介をお願いします。はい、政治経済学科3年の斉藤純喜です。防犯ボランティアチームストップで代表しています。ストップではですね、主に大学から近隣にある花の丘公園までを週1回40分ほどパトロールをしています。ありがとうございます。チーム名のストップは何の略称なんですか？はい、声楽院チームオブクライムプリベンションの頭文字を取ってストップということになってます。犯罪抑止のための学生チームという意味ですね。ありがとうございます。うん、はい、こんなストップに斉藤くんが加入したきっかけを教えてもらえますか？はい、大学に入るまではですね、特に僕の方でボランティア活動に取り組んでいたっていうわけではなかったんですが、その1年生の秋学期にですね、ボランティア概論という講義を履修しまして、まあ、その際にその講義の一環でですね、当時のストップ副代表の学生さんが活動紹介を行う日がありまして、それを聞いてですね、自分にもできそうだなと思って、ボランティア活動支援センターに行ってみたっていうのがきっかけでしたね。なるほど。斉藤くんはストップの活動のどんなところに魅力を感じたんですか？魅力ですか。そうですね、シンプルさに惹かれましたかね。僕たちの活動は本当にシンプルなんです。毎週みんなで同じユニフォームを着て、帽子をかぶり、青く光る棒を持って決まったルートを歩く。で、すれ違う市民の方にはですね、積極的に挨拶をするって、ただそれだけなんですので、どなたでも気軽に参加できるっていうところと、無理なく継続できるっていうことが魅力だと思います。うんうん。ボランティアって何度も綿密に打ち合わせを重ねて企画を作っていくタイプもあるし、斉藤くんたちの団体のように無理なく毎週同じ活動をすることで地域貢献につながるような、そんな活動もありますよね。防犯パトロールで斉藤くんが大切にしていることは何ですか？大切にしていることですか。そうですね、シンプルに継続することでしょうかね。僕たちの団体ではですね、パトロールを実施した日にはその日誌をつけていたりします。町で異常がなかったか、不審者はいなかったかなどを記録しています。上尾警察にも団体登録をしているので、不審者を発見した場合はすぐに通報したり、日誌を提出できるように準備をしています。今のところ直接不審者を目撃したっていうことはないんですけど、犯罪を事前に抑止するためにも大学生がパトロールをしている地域なんだぞと見せかけていくことが大切だと考えています。うんうん、本当に皆さんがユニフォームを着て歩いている、その存在そのものが地域の安全を守ることにつながっているんですよね。ちなみに団体でパトロール以外に実施してきた活動って何かありますか？はい、ストップ立ち上げ当初からですね、埼玉県のホームページにも団体紹介を載せていただいていますが、職員の方にも防犯に関する講習会を開いていただいたり、上尾警察の方と市民の上尾駅のコンコースで啓発活動をしたり、市民の防犯団体の方や他の大学の方と意見交換などもさせていただきました。それぞれの団体で普段はシンプルなパトロール活動をしているので、たまに交流したり啓発活動で市民の方と直接呼びかけができる機会は貴重でした。ありがとうございます。ストップは埼玉県も上尾警察も応援してくれている活動なんですよね。そういったこう社会の第一線で市民の安全を守っている職種の方々とも交流できるのも魅力の一つですね。今までお話を伺ってみて、斉藤くんからはシンプル is the best
っていう思いがこうひしひし伝わってくるんですけど、他に大切にしていることとかってありますか？他に大切にしていることですか。強いて言えばバランスですかね。昔から中庸でありたいっていう思いがどちらかというと強いかもしれません。パトロール中も他の学生が楽しそうに喋っているときは聞き役に徹していますし、その会話がなくなった際には自分が喋ったりもします。上も下もなく真ん中が自分にとっては居心地がいいのかなと思います。おー、でも今は代表引き受けてくれてますよね。はい、うん、先輩が抜けてですね、今はそのメンバーが少ないので自分が代表していますけど、活動の中ではその初めての方でも団体の僕でも同じ存在になれると思っています。活動自体は本当に簡単なので、その他の団体と掛け持ちすることもできますし、バイトにも行けますし、その40分歩くことでその講義と講義との間 の、 そのリフレッシュにもつながりますし、その自分にとっては無理なく続けられていることもあって、もう今となっては生活の一部になりつつありますね。そうですね、確かに歩くことで自分もリフレッシュしながら地域貢献もできて、自分の持続力も養える。この社会はこうシンプルなことを日々の業務として取り組んでくださる方に支えてもらっているからこそ、時にチャレンジしたり先駆的な取り組みを仕掛けることができるんだなって私もね、すごい思いました。ちなみに斉藤くんは警察官志望ですか？いえ、違いますね。お、僕はどちらかといえばその毎日のルーティーンが決まってる仕事の方がその自分の性分に合っていると思うので、工場とかかなと今はぼんやりと考えています。まだ分かりませんけどね、うんうん、これから給与と労働のバランスを見ながら就活は進めていこうかなと思っています。なるほど、斉藤くんの性質に合った職場が今後ね見つかることを私も願っています。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ここまで聞いていただいてありがとうございました。僕たち防犯パトロールチームストップでは、地域の防犯パトロールを通して、犯罪抑止に貢献したいと思い、毎週1回みんなで歩いています。活動がとても簡単なので、どなたでも気軽にご参加いただけると思います。1回だけでも、団体に加入してもどちらでも歓迎しますので、関心がある方はぜひボラセンに問い合わせてみてください。本日のゲストは防犯ボランティアチームストップ代表の斉藤純喜くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。